いろんなライブカメラある。私たちもライブカメラになれるかもね、そしたら。ロベルナイトメア24時間ライブカメラしてる。あ、それこそさ、クロちゃんとかさ、なんかライブカメラみたいなことしてたよね。やってましたね、なんかね。そう、あの水曜日のダウンタウン。水曜日のね、ダウンタウンで。そう、カメラつけられて。やってましたね、なんかね。でもだから寝てる最中も、うん、マイクつけといて、うん、怖胸に。胸に胸にピンマイクなんだもん。ピンマイクつける。でも、来れない音はない。うわっていうことね。恐ろしい。いや恐ろしい。私寝言とか私めっちゃ言っちゃうから。いや俺も寝落ち配信って怖くてできないんですよね。だからさ、すごいよね。なんかたまにさ、いるじゃん。だからさ、そのなんていうの、カップルで寝落ち通話。え、あ、そんなのもいるんですか。いるじゃん。そうそう、なんか結構私は、はいはいはい、一生ね、インターネットに身を埋めてる人だから、うんうんうん、なんかその寝落ち通話って言われたら、もうそのネット恋愛をしてる人のツールって思ってたんだけど、はい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 、なんかその遠距離恋愛も実際に学校で知り合ったカップルとかでも、はいはい、やっぱその遠距離とか、あの遠距離じゃなくても仕事が忙しくてあんま会えないとかなると、おうおう、あの寝るギリギリまで電話して、おう、で、なんかその自然と寝ちゃう、自然と寝落ち通話みたいな、あ、俗に言う寝落ち通話みたいな雰囲気になるんだって。へー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 、あー、そんなのもあるんですね、インターネット。何でもありますね、マジでインターネットって。そう、すごいな。いや私絶対できないもん。いや俺普通の寝落ち通話さえあんまり分かんないですもんね、なんか。あのね、コツとしては、うん、まず LINE 電話でしちゃいけない。あ、そうなんすか。で、あの直電でもしちゃダメし、やっぱノイズキャンセルとかがあんまない入ってないから。あー、なるほど。ちょっとあれなんですね、ノイズキャンセルがないと。そう、やっぱそのなんか男の人、女の人によってはその寝息が入ってるのがいいんだよっていう人もいますけど、うんうんうん、まあ、やっぱ寝てる側からしたらそれにそんなに気が気じゃないじゃないですか。まあ、気が気じゃないですね、ちょっとね。ね、そうだ。なので、あのディスコード、最近の機器の文明、やっぱディスコードさん、はいはいはい、がいいです。まずディスコードおすすめなんですね、やっぱ。そう、ディスコードがおすすめです。うん、で、うん、私は、はい、私は、おすすめは誰かですよ、皆さん、誰かですからね、これはね。うん、誰かです。おすすめは、もうなんか寝るってなった瞬間、はい、まず3分間寝たふりします。おお、誰かがやってるんですね、それをね。そう、3分間寝たふりして、こう、はいはい、なんか、うん、なんかこう、ちょっとむにゃみたいな音を入れます。はい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 、むにゃむにゃみたいな、すやみたいな音を入れて、なった瞬間で、はいはい、ミュート押すとミュートバレるじゃないですか。バレますバレますバレます、ね、なので設定ボタン入力感度を右にグワッて上げて、もう一滴の音も入らないようにします。あー、なるほど。そう、こうすることによって相手にバレないミュートになるんです。で、うん、そのなんかホワイトノイズとかもディスコでやっぱ基本的に入らないので、うん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 、そう、あんまり怪しく思われないんです。なのですごく寝相がいい女の子みたいになるんですね。で、起きた瞬間に感度グーって下げて、うんうん、で、あの、まあ、起きてるんだけれども寝たふり朝5分で、ちょっとなんかこう、布団が擦れてる音とかで、こう、音を入れつつ、うん、うん、あれみたいな、朝やみたいな、はいはい、感じで起きます。うるせーうるせーはい、あの、リスナーの皆さん、ぜひ実践してみてください。うるせー